ってまいりました。321夏祭り2023。僕3年目になるんですけど、はい、もう審査するレベルじゃないんですよね、そもそも。もう一回なんか違う曲でも聴いてみたいなって思う方がいたら、なんかそういう方を順番に1位から決めていきたいと思います。
夏祭り参戦ということで、私のことを知ってる方も少なかった中で、オーディエンスの皆様が選んでくださって本当に嬉しく思っております。もうなんかここに来れたらもうハッピーかなと思ってたんですけど、優勝することもできて本当にもうちょっと言葉にならない嬉しさがあります。ありがとうございます。私もともとライバー出身でメジャーデビューをした人間なんですけれども、やっぱりライバーがもっともっとかっこいい、夢をこう掴む一個の手段だとみんなが認知してくれるように、自分がかっこいいライバーとして、活動していけたらいいかなと思ってます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。見てください。もう感動で泣きすぎてもうボロボロですよ。そうよね。終わってすぐ楽屋入って次出てきたらこんな顔やったから。今回のこのね、321夏祭り2023、これ有効的にはもうやりきった成功という形で。やりきりました。やっぱ終わった後の楽しんでくれたライバーの姿を見れただけでもう私は感動の大涙。はい、ありがとうございました。というわけで来年もぜひ皆さん遊びに来てください。はい。よろしくお願いします。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそ。